G7 主要7カ国は25日、ロシアの凍結資産を活用したウクライナ支援融資の枠組みについて合意しました。年内に始動させます。融資は総額500億ドル、およそ7兆6千億円で、ウクライナの需要に応じて12月1日から2027年末までの間に分割で実施し、 各国への返済原資には、軍事侵攻の制裁として凍結したロシアの資産を運用して得た利益を充てます。ウクライナへの融資について G7 は、6月の首脳会議で大枠合意していて、25日にワシントンで開いた財務省中央銀行総裁会議で爪の調整を進めていました。G7 首脳は合意を受けて声明を発表し、 ロシアは違法な侵略戦争を終わらせウクライナの損害を賠償しなければならないと強調しました。